はい、ビーテックカンパニーの日高です。今日はですね、今年のゴールデンウィークに施工しました建物の半年点検、ちょっと遅めの半年点検に来ております。こちらの建物はですね、2階部分は KF ケミカルのセミフロンスーパーマイルド2、そして1階部分はセミフロンスーパーマイルド2のクリア、ともに五分艶仕上げとなっております。当然ですけど、まだ半年しか経っておりませんので、ご覧のように綺麗な状態を保っております。外壁もほんのりとツヤがありまして、ゴブズヤ独特の高級感のある仕上がりとなっておりますね。もちろん縦取りとかエアコンのスリムダクトも塗装しておりますので、ご覧のようにピカピカの状態となっております。ちなみにこのはしごはベランダの床を確認するために2階に上がっております。当然不具合等は全く発生しておりません。そして南面から西面の方に回りましても、ご覧のように外壁縦取りピカピカですね。それに水切り板金もテカテカピカピカの状態です。そしてこちらはスリムダクト、こちらも塗装しております。そしてシーリングですね、シーリングも全く問題はありません。そして再び東面の方へと回り込んできまして、外壁もピカピカ、縦取りもスリムダクトもピカピカという状態ですね。こちらの縦取りもピカピカですね。外壁もほんのりとツヤのあるゴブズヤの外壁となっております。こんな感じで上品な仕上がりですよね。そして北面の方に回ってきます。全く不具合は感じられません。この状態でおそらく10年以上は保たれていると思います。当社では施工後3ヶ月半年、それから保証期間に応じまして1年ごとの点検を行っております。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。